全国域販売コーナーご当地キティとは、株式会社サンリオのキャラクターブランドハローキティを全国各地用に開発した地域限定商品のことである。作者は小川奈美である。書室は1998年に北海道限定で発売されたラベンダーキティ。2008年現在47都道府県すべてのバージョンが存在する。地域によっては、 さらに広範囲のバージョンや都市のバージョンも存在する。それとは、対照的にある地域のある、特定の施設でしか入手できないバージョンもある。また、ズーミングチャーミンキティ、珍獣ハンター、妹モトキティなどテレビ番組や有名人、開国博愛百150など、大型イベントとのタイアップもののバージョンもある。デザインは、キティちゃんとその地域の特産品、名産品、名物、 物語、歴史、人物などがコラボレーションした形になっている。携帯電話ストラップ、キーホルダー、ハンカチ、文具、陶器等の小物が中心。携帯電話が一般に普及した時期に携帯電話ストラップで発売されたことにより、販売数を伸ばした。JR、私鉄の駅売店、道の駅、高速道路のサービスエリア。 全国各地の観光名所などの土産物売り場、観光物産品店を中心に販売され、ご当地機器と同タイプのキャラクター商品や土産物小物のみで商品棚の一角を占めていることも多い。基本的にその地域、県域のみに限定されての販売であるが、インターネット上の通販で購入できたり、小売店によっては全国の商品を揃えていることもある。また、 カプセル自動販売機において販売されているケースも、ある。青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、 岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、ご当地、基地のヒット後、既存の著名なキャラクターを全国各地用に開発した地域限定商品が数多く生み出されるようになった。ありがとうございます。